今の日向坂より桜2期の方がきつかったという風潮。よっぽど今の桜2期のがきつかったと思うぞ。いや、欅1期の方がひどかったよ。まともに仕事もレッスンもなかったから、それに対して不遇と言ってた。なんだかよくわかんねえけど、結局自分たちがいっちゃんかわいそう。苦労してる、辛い思いしてるのは私らだけ。それが根付いてるってことだね。露骨に現れてる。そしてそれが今この現状にそのまま露骨に現れてる。やっぱり人間辛い時こそ文句言わず人に優しく地道に一歩を積み重ねることが大事だね。それを桜坂が教えてくれてるんだから、今からでも日向坂メンバーもおひじい様どもも心入れ替えて明日から地道に頑張らないとね。全然違うよ、あの時から勝ったわーっていうただの笑い話やで。だよな、本当に不遇だった研修生が不遇アピなんてしてないし恥だと思った方がいい。なんで他のメンバーやおひは京子や4期にやめとけって言わなかったんだ。制限時なんて自己不遇暗示かけて泣いてたぞ、恥ずかしい。研修生は不遇ではないよ、研修生なんだから。最終合格してその後聞いてないセレクション出してきて不合格にされたんだよ。最終合格後になんなら顔出し SR までしてるし。不合格にされたの配属先が示されなかっただけだと思ったけど、表舞台に出れる出れないってのもあるからな。日向坂、ひらがな、欅のアンダー的なポジとして集められたはずなのに、一部の欅面の既得権益保持、21人の絆のために昇格なしの固定アンダー扱い、せっかく王で勝ち抜いて入ったのにチャンスさえ与えられないってのはきついだろうね。欅2期、平手がポシャリ秋元にサジを投げられ入って早々あわや解散の危機。グループとしての展望はきついし、そもそも欅志望だったのに別チームに改名は来るものがあったんじゃないかな。ただ平手亡き後の層は薄いので活躍はしやすかったんじゃないかね。ただし平手のワンマンチームってのを分かった上で合同オーデから欅指名して入った経緯があるから何とも言えない。少なくとも改名前はそれで良いだろうけど、改名した後は2期中心に見えたけどな。それで今も大して作破部を解消できないのは自分らのせいでしょ。挨拶できないで吉村に共演 NG 食らっているのに改善しなかったんだろう。桜2期は改名から紅白落選からの紅白復帰を果たしたからな。一番苦労した期だな。そのわけ実力も伸ばしたからな。加入した時には冠番組があって東京ドーム公演もあった2期がきつかったなんてあるわけない。新2期に関してはたも同じ境遇。